ダメだまだ動画かけたら暫定くれるじゃないですか。ライフ性とか懐かしい。俺はそれを当たり前としてゲームをしてるんで。カービィだったんですよ。カービィが最初ですかね。いやいやいや、まだ世界最弱の主人公スペランガします。あ、こういこうか。こうやってこうか。ジャンプ。もう死んでもって。ジャンプの時間は死んでもって。ジャンプどうあ、ジャンプどうするの？ジャンプ上か。知ってるゲームだと思う。上でこう。うわ、どうやって死ぬこれ。どうやってやるのこれ。めっちゃ死ぬよこれ。ジャンプで、あ、これ出てきた。うまいこと言った。上行きまして、ジャンプで上、ジャンプ上。あれ、今回行かないんですか？あれはね、ファミコンなんですよ。ニューファミコンっていう、あの、2代目のファミコンで。あ、行きたい。こうやって、こう。あれ、面白いんだよ。どこで死ぬの？死ぬ理由がわからん。死ぬ理由がわからん。もう一回やります。あ、そう、海外。もう一回やります。ではなくて、あれは国内の。わかんへんもん。何で死ぬか分からへん。昔のワルコンってあるじゃん。アンテナが繋いだからね。ちょっと高くいったら死ぬ。で、ニューファミコンがある。なんかの下のニューが使えるようになったんですけど。ちょっと上でジャンプ。ちょっと上で、ちょっと難しそうですよね。そんな、2チャンネルがいつでも開いてるから。ジャンプ、上げてみたい。そうですね。あ、ジャンプ。一応出てもらえる。切り替えをして、切り替えをして。最弱。これ、ファミコン界最弱の主人公。これでいいか。まあそうですね。あれなんでどこ死んだか分からない。死ぬ理由が分からないから。死ぬ理由が分からないこれ。もう一回やる。なるほど。ジャンプして。それも分からないですね。ジャンプして。分からないっすわ。ありがとうございました。